皆さんこんにちは。お元気ですか？市民の皆さん、松本明憲です。木戸優希です。さて、8月21日からのお元気特集では、広島から学んだこと、杉田市平和大使と題して広島平和記念式典に参加した平和大使に迫ります。5年に一度広島へ派遣されている平和大使、参加した13人の中学生は何を思い何を学んだのか、そして平和とは何なのか聞いています。僕も平和とは何なのか改めて考えることができました。皆さんも平和について考えてみるきっかけにしてはいかがでしょうか。この番組は J コムチャンネル11チャンネルで毎日放送しています。また YouTube でもご覧いただけます。吹田市お元気で検索してみてくださいね。